一番美しい答えを出した人がチャンピオンなんです。和さんの和、和ってね、足し算のことなんですよ。和、これ和って和をもって尊しとます。で、日本っていう意味もあるんですよね、この和っていう字はね。この山岳の山、私作りました。作って奉納してるんです。で、金箔張れって言われて、金はペンキとか絵の具では金は出ないんだ。金を出したらすごくいいんだ。先週ね、和さんとかね、山岳とかちょっと話してね、ウィンウィンウィンで終わっちゃったんで、もうちょっとね、これね、ちょっとこだわってるんで僕、もうちょっとね、能書きを言わしてもらおうかなと思って思っております。さあ、和さんなんですけどね、和さんっていうのは日本の数学ですね。この日本の数学っていうのが江戸時代はね、結構盛んだったんですよ。それでね、これがね、あんまり知られてないんだけど、世界の最高水準だったんですよ。結構すごかったんですよ。もうね、円周率も出してた。だから今僕たちがやってる西洋数学ですよね、西洋数学より上を行ってたんですよ。だけどね、これがね、すっごい流行ってたんだけど、流派があったんですよね。何々流、お茶だったら裏千家とかね、こうあるでしょ。その流派がね、割とたくさんあったんですよ。大きい分だけでも10個ぐらいあったかな。だからね、それぞれの流派で教えるんだけど、まあ例えば図形問題ありますよね。図形問題とか出したら、縦かける横かける高さが体積だというような方程式がありますよね。その方程式を、もっともっと複雑な方程式を持ってるわけですよ。これかけるこれかけるこれはこれが出てくるという、詰めてすっごく単純にした方程式っていうのは見つけてるわけですね。でもね、各流派でその方程式の証明を秘密にするんですね。だからこれとこれをかけたらこれが出てくるっていうことは教えるんだけど、なぜは教えないんですね。だからなかなかこう流派を外れたところからはその方程式が使えないっていうことになったりしてね、なかなかね、普及しないんですよ。まあ、秘密主義ですよね。こう特許を守るとかいうような形で普及させてたわけですね。だから自分の流派を広げようっていうことに関しては一生懸命やるんだけど、この数学を広めようっていうことじゃないわけですね。西洋数学はそういう秘密主義がなかったんですよ。もう全部公なんですね。だからどん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 広がって、世界水準で世界の一般的な数学になっちゃったわけですね。レベルは日本の方が高かった。でもね、普及が違うんです。まあ、コンピューターで言ったらマッキントッシュがね、性能は上なんだけど、まあアップルコンピューターですよね。アップルコンピューターの方がスティーブン・ジョブズですよね、上なんだけど、マイクロソフトの方が普及したということなんですよ。で、マイクロソフトは無料商法でガーッとこう世界中に広めたんですね。タダですって奪って。な、性能とかグラフィックとかは、まあ、マイクロソフトの方が上、アップルの方が上なんだけど、 Windows の方が世界の普及して一時ぐっとこう落ちてしまったっていうことがあったんだけど、それによく似てますよね。そういう感じでね、普及しなかったんだけど、これはね、本当にすごい数学を持ってたんですね。さあ、そしてね、これは山岳なんですけどね、その数学を、これは後に回した方が良かったな。日本の数学っていうのは、まあ先進国なんだけど、日本の数学は秘密主義だったんだけど、学問っていうのは身分も男女差もなかったんですよね。まあよく言いますよね、寺子屋って結構ね、身分に関係なく入れたんですよ。というのが塾ですからね。塾で武士の次男坊三男坊がね、自立しないといけないとか言うんで先生になったりするもんだから、もう誰でも受け入れるんですよね。だからもう託児所代わりというかね、これで農民にしても年貢を納めるときに数学使うし、商人になろうと思っても、職人になろうと思っても、
読み書きそろばんは絶対いるんですよね、寺子屋っていうことで。日本の学問の水準はすごい高かったんですね。一般国民の7年男女席を同じくせず職を共にせずってね、まあよく聞くのは7歳にして席を同じにせずとかね、いうような言葉でね言われたんだけど、これね、男女の別を明らかにして乱れに交際してはならない、もう7歳以上になったら男と女は別にしなさいっていうのは昭和の教えなんですよね。昭和の解釈なんですよ。なんか戦争の頃の軍人で日本万歳のね。でもね、江戸時代はそういう解釈じゃなくてね、子供もね、7歳ぐらいになったらね、同じむしろに座らされずにねって、独立した席を一人一人に与えるべきですよって、ね、ごっちゃにするなよと、一人の人格をちゃんと、7歳にもなったら、一人の人格をちゃんと認めなさいよという言葉だったんですよね。別にね、これはね、男女差別。これは本当に昭和はそういう、乱れに付き合うんじゃないとかいうような意味だったんだけど、江戸時代は本当にね、そうじゃ、そんなことは全然考えてなかったんですね。まあこれは余分な話ですけどね。でね、山岳ですね。山岳っていうのは和山を楽しむ人、ね、もう和山っていうのはね、お茶とかお花とかと一緒に趣味だったんですね。一つの道楽ですね。それでね、数学和算を勉強し合ったりしてね、これで難しい問題に挑戦するわけですよ。すごい難しい問題が解けたら、その解けたことに感謝して神社に絵馬として奉納すると、その問題と答えを絵馬として奉納するっていう、そういう文化が始まったわけですね。そしたらその問題っていうのは誰でもね見れる、絵馬としてね、神社に飾ったら誰でも見れるわけですよね。そしたらね、問題と答えしか書いてないわけですよ。だから、その問題を、その答えにたどり着くように、一生懸命みんながね、1年間かけて考えるんですよ。そしてそれをね、みんながね、こういう答えが出ましたって、こういうことですっていうふうに出すんですね。そしたらね、なんとなくこの問題に対してこの答えが出たら正解っていうのが西洋数学の考え方ですよね。でも日本はね、この問題に対してこの答えはあるんですよ。答え分かってるんですよ。そのたどり着くまでの経過を見るんですよ。そしてね、一番美しい答えを出した人がチャンピオンなんです。良くないです、この美しい答え。数学、その答えは美しくないとかね、そういう感じでね。だって問題と答えは分かってるわけだから、その過程ですよね、勝負は。一番短くて簡素で正確な答えを出すのがチャンピオンなんですよ。数学なのに漠然としてますよね明確な答えじゃないのが日本らしいでしょ。でもそんな感じでね、問題がね出るんですけど、こういうのが山岳の絵馬っていうんですね。これで見えますが、ここそっかな。でここがね、図形問題なんですよ。これはね、この山岳の絵馬のね、僕たちが作った本なんですけど、神社重要文化財。重要文化財になってるのは、この次のこれなんですけどね。これすごいですよ。これわかりますかね。ここにね、図形があるでしょ。この図形をね、正確にこっち側の問題集、問題のところ、この読めない字とかを全部こっちにね、写してるんですけどね。ここにね、図を描いてるんです。これ僕がね、イラストレーターで、正確に描いてるんです。もう完璧に描いてるんです。だけどね、この問題ね、この、
この中に、これはね、円じゃないんですよ。球なんですよ。中球が2つあって、中に小球があると。ね。で、それぞれの直径の長さが3寸、2寸。中球が3寸で、小球が2寸ですよね。の時に、この分から、中球の合計から小球を引いた体積を求めよう。何言ってるか分かんないですよね。で、これ3次元ですよ、もうすでに。この時点で。この時点で3次元なんですけどね。これがね、大西佐兵っていう人がね、9歳の時に、6歳だったかな、早稲田に解いたという問題らしいんですけどね。この絵馬が重要文化財。ですね、こういう問題なんですよ、ね、ここにこう問題が書かれて、こう問題はね産業界ですよね。でその後に答えが書かれてるんですよ。この答えが美しいということらしいんですけどね。式じゃないんですよね。文字で書かれてるんですよね。全然わからないですよね。全然わからないんだけど、だけどなんかね、数学って理数系です。僕なんか理数系だから、民族なんか してる人、文系の人が非常に多いんで、なんか考え方違うなと思う時あるんだけど、この和算っていうのは文系と理系を合わせないとできないみたいな、そんな感じですよね。なんかすごくないです。でね、和算の和。和って、ね、足し算のことなんですよ、ね。こっちとこっちを足すっていう。ね、合計っていう意味ですね。和。これ、和って和を持って尊しています、ね。お互いに仲良くしましょうとかいう意味もあるんですよね。日本っていう意味もあるんですよね。この和っていう字はね。これがね、日本の和算ですよね。これもね、なんかね、すごい難しい問題みたいなんですよね。これにはね、ここにね、問題とね、こういう感じに、絵馬の写真が綺麗な、完璧にね、頑張って撮った絵馬の写真と、反対側に、こっちですね。問題とかね、和訳をしてるものが書かれて答えがあるんですけど、3つぐらいはね、西洋数学でね、解いてるのをね、参考として出してるんだけど、3ページ使ってますからね。横のルートどうのこんの、どうのこんの、だからどうのこうのっていう式が3ページ。もう半端じゃないですよね。それが和算なんですよ。なんかすごくないです。ね、こう伊佐庭神社にいっぱいあって、こっちにあるのは石流なんですけどね、日本で一番大きいですけどね。和算はね、最近ちょっと Facebook でもね、和算帽とか、いろいろ和算帽ってお盆じゃないですよ。こう、式とか使ったりするようなものにね、あったりとかするんだけど、ちょくちょく和算が出てますんでね。ちょっとね、和算って面白いですよって。まあ、ここでね、ペラペラ喋っても意味わかんないかもしれないけど、面白いんですよっていうのが伝わったらいいかなと思っております。これなんですけどね。なんと、この山岳の絵馬、私作りました。作って、奉納してるんです。設計図を書いて、家具屋さんで枠を作ってもらって、で、こういう風な感じで、この図形は全部僕がやって、この文字はね、第1回昔の道具見学会に来てくれた穂積さんに書いていただいたんですよ。綺麗な字でしょう。木に、ね、墨で書くっていうのはすごく難しいらしいんです。すごく難しいらしいんですけど、なんかね、気軽く頼んでしまったんだけど、すごい練習して、そして書いてくれたらしいんですよね。
本当にね、失礼な頼み方をしたなと、何十万もかかる仕事だったなと思いながらね、小銭でやってもらったんで、本当に申し訳なかったんですよ。でね、ここの図形もね、正確に書いて、で、ここのところに、うちでね、の師匠なんですけどね、こだわるんですよ。で、金箔貼れって言われて、で、金箔出て貼ったことないしって。いや、これはね、金は絵の具では出ないんだ。ペンキとか絵の具では金は出ないんだ。金を出したらすごくいいんだ。だからここを金箔でやれと言われて、ここのね、これ貼ってるところですよ、金箔を。参りましたよ。だから僕金箔貼れるんです。お、もう、言ったり、うわみたいな。すごい緊張感なんですけどね。ましたよ、これ金箔ね。で、山岳の絵馬。これ、神社にね、伊佐島神社を奉納してるんだけど、もう一個、二つ作って、もう一個はね、三つの厳島神社っていうところで、ね、奉納してるんだけどね、山岳の絵馬。二つレプリカを作りましたけどね。書類上で、こういう問題とこういう図面っていうのは残ってるんだけど、どういう絵馬だったかとかいう縦横とかは全然分かってないんで、これはもう勝手にこういうレイアウトを決めましてね、こういう感じでレイアウトを決めて、図面図形の大きさも決めて作ったから、レプリカというより想像ですけどね。でも中の問題とか図形は合ってますから。大西サベって文化財にさっきお話したのと一緒の人ですね。この方ですね。ということで、またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。